群馬事件は1884年5月に群馬県北韓ら群で起こった自由党急進派と農民による自由民権運動の激化事件である。明治15年からの松方デフレにより全国的に農民は困窮し、不採で苦しんでいた。群馬県北韓ら群でも34の村の村民が県へ陳情するほどであった。党本部の政府より姿勢に行き通っていた。 群馬の自由党指導者、清水栄三郎は、この状況を見て、統制拡大を意図し、集会などを開いて、反政府感情を煽っていた。そして1884年3月、清水は、湯浅流兵、小林康兵、三浦桃之助ら同士と共に、北関羅郡周辺の農民の他漁師、幕とも誘って、政府転覆を計画する。だが、この最初の計画は4月に、 清水らが政府密定防殺容疑をかけられ、他県に逃亡したことにより一旦頓挫した。その後、清水は上京したが、湯浅、小林、三浦はすぐに、ガンダーに戻り、5月初めの日本鉄道高崎駅、開業式での農民放棄を再び計画した。しかし、開業式が延期されたため実行されなかった。この結果を自由党本部へ、三浦が報告したが、 当幹部はこれに賛同しなかった。逆に、宮部城や東京滞在中の清水に静止されている。しかし農民たちの不満は収まらず、ついに、湯浅、小林、三浦らを中心に5月15日に、病気山独人馬が原で放棄した。当初の目的とは異なり、警察署や高崎鎮大分営の襲撃を目標に、した。正確な放棄人数は不明。 数十名や二百名また数千名という説など人数に幅がある。群衆は松井田警察文書を襲撃したが人数不足や式減退で高崎鎮大文営襲撃は実行されなかった。結局16日に北神奈郡入村の氷菓化岡部井策定を打ち壊して放棄は収束した。間もなく湯浅、小林、 三浦らが逮捕され、病気山中の残党も1ヶ月ほどで逮捕されていった。最終的には、湯浅、小林、三浦ら12名が有機時計、20人が罰金刑となった。小規模で終わったが、貧困農民の騒動と自由党求人派が結びついた端緒であり、実際に政府転覆を目的として、カバ山事件などに続く武装放棄の始めとなった。 事件である。ありがとうございます。